アメリカのブルックリン美術館に収蔵された、アイヌエ。熊狩りの様子が描かれている。エゾトウキ村上島の城画を、平沢平さんが模写したものの一部。イオマンテを描いた、アイヌエ。柿崎波響の、エビス集列像より、月の絵の図アイヌエは、江戸時代後期から、明治時代にかけて、和人の画家がアイヌをモチーフにして描いた、風俗画で、 日本画や浮世絵の様式の一つである。18世紀には絵ゾエエビス画と呼ばれていたが、近年はアイヌ絵、またはアイヌ風俗画という名称がよく用いられる。アイヌ絵と字面からアイヌが描いた絵画という意味と取られがちであるが、実際はアイヌ文化に絵を描くという行為はなかった。アイヌの伝統的な考えでは、 写実的に描かれたものは魂を持ち、悪霊となって悪さをするとされていたため、アイヌ語に絵画を直接意味する言葉はないという。さらにアイヌは文字を持たず、生活風俗に関する文字資料も残さなかった。したがって、和人が描いたものであり、様式的、誇張的な表現が混じるものの、アイヌの風俗や年中行事などの様子が国明に描かれたアイヌ絵は、 彼らの伝統習慣、生活を知るための資料として貴重である。アイヌへの特徴として、模写が非常に多いのが挙げられる。これは、アイヌ風俗への関心が高かった少佐であるが、同時に質が低いものが混じるのも避けられなかった。以下に取り上げる絵師は、オリジナルの作品を描いた人々である。法歴頃に活躍した、小玉定義は、アイヌへの講師となった絵師である。 完成2年に、エビス修列像を描いた、柿崎派響はよく知られている。他に、異色のアイヌ絵を手がけた幸よしや村棟、村上東の城、村上帝介、千島春里、早坂綾美ね、平沢平さんらがいた。平さんは、実際にアイヌと共に生活をし、彼らの年中行事を、エゾ風俗十二ヶ月屏風に残している。また、谷万丹、菅江雅美、 松浦武四郎も、北海道へ行って、アイヌの風俗などを描いた。明治以降では、富岡鉄斎、平福実のる案、百水、木戸、武石、沢田設計、村瀬義則、北条玉堂、菅原緑修羅が、画題の一つとして、アイヌを取り上げた絵画を描いている。浮世絵では、開園五年に、浮世絵師の歌川国吉が描いた、三階愛正木と 三回愛度図へ袖酒のこなが、最も古い作品と考えられる。その後、明治時代に入って、荒井薫修が実際に、北海道へ渡って取材して描いた横尾二式の、揃い物、薫修随筆に、エゾの様子が取り上げられている。また、明治4年に二代目、歌川国旗、三代目、歌川広重、小林栄拓によって描かれた、 玄女上人北海道順のりゆきずは、アイヌへの代表作と言える。これは、東本願寺の玄女が北海道へ渡った様子を描いた作品である。その他の作品としては、歌川貞秀と重炭祭による、北江ぞ図説4冊の挿絵などが挙げられる。この貞秀には都道の記録は見られない。ありがとうございます。